お世話になっております。音羽の相原由紀です。いつも私の活動を見守りくださいまして、応援くださいまして、ありがとうございます。大変お世話になっております。この度はですね、仕事上で、重大な不備があったことが分かりまして、で、そのことのお詫びと、ご報告とさせていただきたく、このように動画を撮らせていただく運びとなりました。ですね、私のホームページの方で、コンタクトフォームというのがありまして、で、私はスパム対策のために、私のメールアドレスを公には公開していなくて、それでコンタクトフォームを通してお話しいただくような形を取らせていただいております。それで、以前より、メールが届かないのではないかっていうことがちょっと、お知らせいただいてたんですけれども、私が自分でいろいろチェックしたところ、特に異常が見当たらなかったので、Facebook のメッセンジャーですとか、あと他の LINE ですとか、そういったもので、ご対応させていただいていただいてたんですけれども、昨日ですね、公式のホームページのコンタクトフォームに、家族に頼んで、私に連絡を取るような操作をしてもらったところ、やはり届かないということが分かりまして、で、夜も遅かったんですけれども、管理していただいている業者さんにすぐに対応していただきまして、で、現在は、正常に動いている、復旧しているということであります。ただ、私の肌感覚ですと、結構長い期間、そこがつながってなくて、で、せっかくご連絡くださいました方々に、本当に失礼なことをしてしまったと思いまして、非常に心苦しく思っております。私もですね、新型コロナをきっかけに、YouTube を始めて、で、いろいろ動画や、ウェブ記事を配信して、なんとか、ビオラダガンバの素敵な作品、お客様に楽しんでいただきたいと思って、で、お客様と本当につながれたくて、一生懸命発信を続けてきたんですけれども、このような理由でつながることができなかったと思うと、本当に悔しい思いでいっぱいです。そうなんですけれども、やはり責任はすべて私にあるということで、どうしてメールが届かないのかっていうことをきちんと気づけなかった点、私にその仕事に対する甘さがあったのではないかと思って、猛省しているところであります。本当に申し訳ない気持ちでいっぱいで、非常に悔しいし、心苦しいです。で、大変厚かましいお願いだとは思うんですけれども、今までご連絡くださいました方で、私が対応できない案件がたくさんあったと思うんですけれども、何卒もう一度チャンスをいただいて、で、ホームページの方にご連絡いただければ幸いでございます。本来であれば、私の方から 過去にいただいたご連絡全部探して返信させていただきたいんですけれども、ご対応くださいました業者さんも、昨日遅い中、急いで復旧させてくださったんですけれども、その過去いただいた連絡を、がちょっと今私が見ることができない状態で、で、どうしてそういう不具合が起きたかっていうことも私は分からなくて、で、本当に失礼だとは思うんですけれども、何卒もう一度ご連絡いただければと思います。で、コンタクトフォームは9月に控えてます。で、麻酔の熱い鼓動のお申し込みの窓口にもなってますし、他にも過去の演奏会ですとか、あと私の CD は全国の、
オーディオショップで扱ってはいただいてるんですけれども、私自身も、ご連絡いただいたらば、私の手で必ずお礼状を一筆添えて、お客様のところにお届けするっていうことを、ずっとそれはやりたいことでやってましたので、そちらにも影響が出てると思います。本当にそういうことを思うと、どうしてその不具合に気づくことができなかったのかっていうことを思うと、本当に悔しくてなりません。申し訳ないんですけれども、もう一度チャンスをいただいて、ご連絡くださいますように、何卒お願い申し上げます。これからもビオラダガンバの素晴らしい作品を、私の全てをかけて、様々な角度から形にする。そして、皆様の心にお届けするために、一生懸命頑張ってまいりますので、何卒今後ともよろしくお願い申し上げます。本日はありがとうございました。